株式会社大衆館書店は、辞典類、教科書、参考書などを刊行する日本の出版社。1918年9月10日、鈴木一定によって設立。社名の由来は、鈴木が修行していた修学堂書店と、そこの主人、辻本末吉がかつて勤めた大倉書店の出版方針を参考とすべく、双方の頭文字から取ったという。 漢文や言語学関係に強く、月刊、言語は、言語学に関する、専門誌として、また月刊、シにかは、東アジア文化圏の歴史、習俗、文化を考える雑誌として、多くの論文を掲載していた。辞典分野では、諸橋哲次編長の、大漢和辞典で、古くから知られ、英語同宿活用辞典、全知史中心英語表現辞典など、 実用性を目指した英文法を語法関係の辞典を刊行している。1957年には菊池博師賞を受賞。英和辞典ではスタンダード英和辞典の刊行で知られた。現在はジーニアス英和大辞典、普及版のジーニアス英和辞典を刊行している。英語以外の言語でも評価の高い辞書を送り続けている。国語辞典においても、 名教国語辞典があり、ここからベストセラー、問題な日本語が生まれた。教育関係の雑誌などでも知られ、スポーツ関連の専門書も刊行している。大衆館書店の創業者一族には、日本銀行理事と衆議院議員を務めたエコノミストの鈴木敏夫や、中央大学学長を務めたフランス文学者の鈴木孝治がいる。 大衆館書店の英語の教科書を採択した後、都府県の高校14校に対し、同社が英語の副教材を数十冊から200冊にわたり、無償を提供していたことが、2016年6月に判明した。鈴木一校社長は、ルール違反を認めて謝罪し、業界団体である教科書協会の会長を辞任する意向を示した。ありがとうございます。